ション05-12、元の建国。モンゴル帝国中国支部が元です。都大都。一部教科書とかに上都ってあるけども、これ同じでいいです。まあ大都と上都ちょっと離れてるんですけども、まあ暑かったり寒かったりして移動するわけよね。まあほぼ大都です。で大都何がポイントかというと、資料集がページ98ページ。で右上、元の都大都あって、都の中まで運が引っ張ってますよと。で何考えてるかというと、これからは海上ネットワークの時代だと考えてます。もうすでに陸のネットワークはモンゴルを抑えたので、ハイドの乱が終わった後っていうのは一応仲良くなってネットワーク維持されてます。まあそれでペストも運ばれるんだけども、でこれからの時代は、水上ネットワークだと。もう一つ水上ネットワーク大事だって考えたのは、フビライハンの即位によってハイドの乱が起きて、まあキプチャクハンとかと揉めるわけですよ。そうなるとまあ水上ネットワークだよねって話になるわけ。シルクロードをキプチャクハン国なんか抑えちゃうから、国号は中国風の元に改めと。外差の戦いいつになく南宋滅亡。南宋の抵抗が激しかったと。南宋初期には商工の和を結んだにもかかわらず、なんでこんなに最後まで抵抗した。そうそう、朱子学で主君のために忠義を貫くことが正義なんだということで、一部の連中は降伏せずに徹底抗戦するわけで、最後はもう武器も何にもかもなくなってしまって、最後はもう飛び降り自殺という、まあ極端な数字かもしれませんけども、最後10万人の兵とその家族が飛び降り自殺したと。あれ、なんか大量の兵とか民間人が飛び降り自殺したって他のセクションでやったよね。わかる、バンザイクリフ。そう、バンザイクリフ、サイパン島ですか。天皇陛下バンザイと言ってまあ、自殺していくじゃん。でそこも同じだよね。朱子学、大日本帝国朱子学使ってますよ。朱子学という名前じゃないけどね、なんていう、終身、終身。そう、今でいう道徳に近い科目があって、終身っていうのがあって、ここでまあ天皇陛下に忠義を尽くすことはいいことなんだよっていう。だから別に大日本帝国だけじゃないですよと、同じようなことをやった国っていうのはあって、南宋がそうですね。でフビライハンが滅ぼした地域、南宋代理パガン朝。ちょっと君ら驚くかもしれませんが、資料集が97ページマップ、南宋代理パガン朝をチェックしてください。でだ、先生、中国からビルマまで馬で抜けれるんですか。抜けれます。山ありますよね。あるよ。けども確かに山はあるんだけども、高いんだけどもなだらかなんですよ。だから越えようと思ったら越えられます。で受験世界史でこれ2回試験に出て、はい、もう一つはビルマの戦い、あーでもいいし、そもそもなんで日本がビルマに侵攻したの、延長ルート。そう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 、資料集がページ263ページでマップ5で書き加えてください。蒋介石政権が日本軍と戦ってます。重慶政府が日本軍と戦ってます。でこの重慶政府を支援するためにアメリカとかイギリスはハノイ経由でベトナムの北部経由で支援物資渡してたんだけども、それを防ぐために日本が北部仏印進駐しましたと。ハノイ取りましたと。北ベトナム取りましたと。おしたら、はい、マップ書き加えて、ビルマから重慶にアメリカ、イギリスは支援物資を送ったわけ。で、日本はこの支援物資を送らせないために、後、ビルマに侵攻するわけ。で、もう一回言いますが、実は中国とビルマの間は山はあるけど移動は可能です。なだらかなよね。トバンと高麗は服属、服属っていうのはその国家は認めるんだけども、まあ、言うこと聞かせますよと。でジャワベトナム日本に遠征します。でなんでジャワベトナム日本に遠征するかって話なんですが、2つ目的がありますと。1つは海上ネットワークを取りたいわけですよ。資料集が97ページ左側年表、1268年からハイドゥの乱が起きるでしょ。1301年で1266のハイドゥの乱からそのまま下に曲がバーって引っ張って1301のハイドの乱終結まで。で、ここまでは、はい、97ページマップ3、チャガダイ韓国とやり合ってるわけですよ。キプチャク韓国とやり合ってるわけ。つまり、シルクロード使えないんですよ、ゲンは。じゃあ、ぐるっと回りましょうと。また、サシスセソウの時代に、陶磁器の生産、めちゃめちゃ盛んになってます。で陶磁器の生産は、シルクロードの輸送に向かない、思い割れる。だから、海上ネットワークが必要であると。仲のいい弟フラグとも連絡取り合いたいよねと。じゃあ海上ネットワークだよねということで、ジャワ島とかベトナムを取り行くわけで、失敗します。先生、なんで失敗するんですか。あんなにモンゴル軍強かったのにと。理由は
海での戦いになるから。陸でめちゃめちゃ強い国が海取れないってあるんですよ。例えばそのモンゴルの初期段階ユーラシア大陸接近するけどもベトナムで負ける、ジャワで負けると。例えばロシアがロシア陸軍ナポレオン倒しましたと、めっちゃロシア陸軍強いですよと、けども海の方に出ていこうとしたら負けてしまうわけじゃん。例えば日露戦争、日本海海戦とかね。ロシアは海洋国会発展しようとしましたよ。よく入手しているのはロシアの港試験出るじゃん。全部言える？サンクトペテルブルク、サンクトペテルブルク、セバストポリ、セバストポリ、ウラジオストク、ウラジオストーク、あともう一個は旅順。海洋国家に変わろうとしたんだけども止められるじゃん。日露戦争で旅順奪われるしね。アメリカどうですか？アメリカは米西戦争で勝利しの、太平洋戦争で日本を打ち負かしの、ところが朝鮮戦争で止められるでしょ。ベトナムで負けるじゃん。何が言いたいかというと、陸でも海でも勝つ勢力って今のところ出てないんですよ。どっちかだけなんですよ基本的に。分かんないよ、これからまた状況が変わって海でも陸でも勝つような政治勢力出てくるかもしれないんだけども、基本的にどちらかです。でなんで日本に攻め込んできたかというと、一言で言うとゴールドが欲しかった、金が欲しかった。なんで金が欲しいかは後で詳しくやる、通貨の話でやる。で日本に攻め込んできたのは2回ですね。文英の駅と公安の駅です。でタイミング試験に出て、文英の駅を覚えましょう。博多の海に船は塔になして、公安の駅は年号覚えた方がいいんだけど、覚えなかったらそこ1279代用して、いつになく南宋滅亡。文英の駅は簡単で強行偵察です。日本を攻撃してどれぐらい反撃するかなと。だから博多に上陸して博多の町燃やして帰ってたわけで、その後本格的に攻めようとしたと。ところがね、これはうまくいかないんですよ。まずね、南宋を攻略して、で南宋を攻略した後に日本に攻め込もうとしたわけ。いつも言ってるように軍隊というのは編成構想がでかいから、一旦編成した軍隊は使い回したいわけ。南宋を攻略した部隊を日本に向かわせたいわけ。ところがよ、南宋は抵抗が激しいんですよ。さっき言ったように朱子学徹底してるから。だから思いのほか強行偵察から時間がかかってしまうわけ。1274年に強行偵察した後から7年後なんですよ、公安の駅が。本当はもっとすぐ行きたかったんだけども、南宋が頑張ってくれた。結果その間日本側は博多周辺にもうガチガチ石垣作って防塁作って守り固めたわけよね。結果2回目はなかなかスムーズにいかないわけですよ。1回目は簡単に博多占領できたのに。ということで、公安の駅失敗ですね。歴史にもしありませんが、仮に朱子がいなかったら、仮に朱子学がなかったら、仮に南宋がすぐに落ちていたのであれば、日本も攻略されてた可能性はありますね。ここまで質問。はい。諸藩の将来はなんで滅亡させなくて取り組んでたんですか？なんでと思う？日本を滅亡させる気だった、滅亡させる気じゃない、どっち？服属させようとしてた。で基本的にモンゴルはネットワークを維持すればいいし、日本からはゴールドを持ってくればいいので服属で十分なんですよね。けど服属しない場合はもう徹底的に破壊略奪して見せしめにしたりするわけよね。そこの地域の国家を完全に滅ぼしてしまうのが基本原則になるのは何世紀からか分かる？19世紀帝国主義ね。あれは資本主義の最高段階、帝国主義で、資本を投下して、投下した資本を守らなきゃいけない、鉄道を守らなきゃいけない、工場を守らなきゃいけない、だからそこに軍隊を置きたい、つまりそこの国家が邪魔になるって言って滅ぼすわけよね。それよりも前っていうのは、例えば貿易したいんだったら関税自主権と違い保険だけ取ればいいし、まあゴールドが欲しかったらそこの採掘権だけ取ればいいしっていう。だから必ずしもその地域の国家を滅ぼす必要性はないよね。19世紀末特にその地域の国家を滅ぼす必要性があったわけよね。それを資本輸出の段階に入ったと表現するわけ。政治制度いきます。これね、モンゴル人第一主義だったと言われています。違うという説もあるんですが、モンゴル人が主要官職を独占しと、で色目人、白州がページ98ページですね、上の図表で、イスラム教徒連れてきてて、これ財務関連やらせます。モンゴル人は戦闘しかできないので、で漢人と南人、これがややこしい。これみんな間違うよ。いくぞ。一番上にモンゴル人がおるやろ。で、色目人がおるやろ。まあ主にイラン系だよね。イスラム教徒だよね。まあマルコ・ポーロも入るんだけども、色目人に。で、この下に、漢人と南人がいるんですが、結論言うよ。両方とも、はい、めんどくさい。漢人ですよ。漢人っていうと意味が2つありますと。
中国人のことを漢字って言います。漢人官僚って言いますよね、秦の時代に、ね、一方でここでは、はい、この漢人っていうのは旧金支配下の住民で、金は早めに降伏したので待遇がいいんです。ところが南宋は最後まで抵抗しまくったから待遇が悪いんですよ。で、同じ中国人であっても旧金なのか旧南宋なのかの違いで漢人南人と分けてる。両方とも漢民族です。あえて言いますが両方とも漢人です。漢人も南人も同じ漢人。めんどくせえ。華僑を一時中止します。一番偉いのは大漢、2番目は最初、3番目将軍でと、ね、9番目に儒学者で10番目に古事記かなっていうぐらい儒学の地位が低下するわけ。まあ今で言うと大学受験がなくなって予備校講師の地位が著しく低くなるみたいな感じかな。セクション 05-12 元の建国終了。